こんにちは、 IT エンジニア後閑克己です。今回は、現在接続されているプロバイダーを確認する方法を解説した動画です。スマートフォンを利用していて、自宅には光回線とパソコンがあるという場合なら、外出先では、スマホの契約ギガを使い、家では Wi-Fi を利用するというのが一般的な方法かと思います。この場合ですね、正しく設定してあれば自宅に帰ってで、スマホがですね Wi-Fi の電波を受信した時点で、自動的にそちらに、切り替わるんですけど、そうならずに、スマホの通信を使い続けていたというような場合もあります。そういった状況を避けるためにも、今現在接続されているプロバイダーを確認してみてください。家に帰ってきて で Wi-Fi に切り替わってるつもりでですね、長編の動画を、再生したりすると、想定外に、通信を使ってしまうというようなこともありますので、そういった状況を避けるためにも確認してみてください。現在接続に使われているプロバイダーを確認するのはとても簡単です。確認くんというサイトにアクセスするだけなんですね。今実際にやってみます。確認くんですね、漢字で確認、ひらがなでくんですね。そうすると、結果が表示されますが、この一番上のですね、UG トップというこちらのサイトにこのリンクをクリックします。こちらにアクセスするだけですね。はい、あなたの情報、括弧確認くんということで、この今表示されている情報が、現在のですね、インターネットの接続の、詳細ですね。このゲートウェイの名前というのが、この文字列がプロバイダーを示してます。現在のこの場合であれば、朝日ネットという表示がある通り、朝日ネットのプロバイダーで、つながっているということですね。こちらは iPad の画面なんですけど、iPad のですね、ドコモの 4G 回線だとこのような表示になります。で、簡単なんですけど、これをですね、知っていると知らないでは結構大きな違いで、これ知ってると非常に役に立つんですよね。で、私はですね、日常的にインターネットのトラブルとか、あと回線を切り替えたので、設定し直してほしいとか、そういった案件に対応することが多いんですけど、間違いなくその設定したプロバイダーにつながっているかというその確認をするために、この確認くんいつも利用させてもらってます。このような便利なサイトをですね、作成、運営してくださっている、この、運営元の方に感謝したいと思います。今回の内容で分かりにくいところがありましたらコメントでお知らせください。内容が参考になったという方もそうでない方もぜひチャンネル登録、高評価ボタンクリックお願いします。
はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。